はい、どうも横斎です。今日はどこに来てるんですか？今日はね、どこだこれ、雪あるしね。今日はね、あのダム、まあ、ダムといえばあの人ですね。まあ、きっとね、きっとあの人だろうね。まあ、ちょっと歩いて行ってみようか、あっち。はい。よし。これ？これね、大谷ダム。ダム何しに行くんだ。ダムに来た時はもうあの心を安らがせるんですよ。安らぐ方法。安らぎます。天気も良かったからすごく良かった。なんかちょっと待って見て。え？なんかいるよ。いや今日のはもしかしてあるかな、今日のゲストですかね。今日のゲスト、はい、はい、今日のゲストは、はい、お名前は、はい、J セロ若林です。おーす、お願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ今日やってきます。まあ自分は今、まあ、アマチュアシュート終えて、うん、まあ、プロ昇格して、うん、で現在は、うん、まあ、ゼス投手に活躍しています。おー、そうか、はい、じゃあまずね、はい、このロケ地を選んだ理由から聞こうかな。なんていうか、ここはパワースポットなんですよ、うん、おー、そう、はい、やっぱ試合で負けて落ち込んだり、うん、まあ、練習でうまくいかなくて、うん、まあ、へこんだりした時に、うん、まあ、気持ちを落ち着かせるためにここに来て、うん、まあ、黄昏れたりしてますね。結構遠いよね、ここでもね。まあ遠いんですけども、実はここ地元なんで。あ、地元なの。はい。そもそもさ、はい、J セロって何、どっから来てんの？ J セロって、まあ日本語に訳すと、うん、ジャパニーズセロ、うん、日本カモシカの略なんですよ。カモシカ別に関係ないじゃん。いや、この下田が、うん、そう、日本カモシカが生息していて、うん、まあそれにあやかって自分のリーグネームにしました。あ、そうなの。はい。日本カモシカ？はい、そう、日本カモシカって、うん、崖の近く険しい場所に住んでるんですよね。へ、はい、まあ、自分の人生もまあその険しい、まあ、格闘技人生険しいんですけど、まあ、それに負けずに頑張っていくように知らなかった、はい、そうなんだ。はい、そうです。ちゃんと理由あったんだね。はい、そうです。 OKOK、はい、じゃあね、じゃあ格闘技を始めた理由、はい、どう？まあ、始めた、最初は何から始まったの？最初はまあプロレスですかね。ああ、そうなんだ、はい、まあ、プロレスだよね。俺も好きだもん、はい、プロレスやっぱ、うん、そう、中学校の時に、うん、まあ、深夜に新日本プロレスやってて、新日派、はい、新日派、僕全日派、全日派です。すいません。そうです。でそれでまあレスラーたちみたいな、うん、まあ、リングの上で戦ってみたい、強くなりたいって思うようになって、うん、で高校に入ってからレスリングを始めた、うん、それが格闘技の道に入った企画です。あ、そうなんだ。はい、そうね、レスリング強いもんね。あの強い高校だもんね、レスリング、ね、新潟ではね。はい、レスリングどうだったの？レスリング結果が良くなくて、ちゃいましたね。くすぶってしまったと。はい、でそれから、まあそれからまあ就職して、うん、で自衛隊に入ったんですけども、うん、でまあ自衛隊に入って、うん、まあレスリングができるってことを聞いて、うん、まあ、自衛隊体育学校ですか、うん、まあ、本当レスリングのエリートが集まるところを目指して。あ、そうなんだ、まあ、またレスリングやってみようかなと思って、うん、まあ、体育学校っていうのは本当大学とかでまあ優勝ですよね、うん、優勝とかしても本当結果、まあ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 、本当レスリングの化け物だよね、あ、はい、強い人ってね。インターハイ優勝とかそういう人たちが集まる場所なんで、もう自分じゃもう無理だなって思って。さっきの格好は何なの？さっきの格好は、まあ、またたびっていう格好、またたびセットっていう、まあ、ゼストじゃねえ、アマゾンで買ったんですけども、まあ、再出発、新しい旅の始まりってことで、まあ、険しい道でもしっかり歩めるように、まあ、いう感じの格好にしましたね。知らなかった。いえいえ。うん、だって、俺は初めて聞きましたよ、俺も初めて聞いたよ。え？俺は格闘技から結構変わった。まあ人生変わっていったんだけど、はい、なんか格闘技始めてなんか変わった、うん、まあ、落ち込んだ時ですか、うんうん、まあ、立ち直りが早くなりましたよね。あ、そうなんだ。
ミスして失敗した時でも試合で勝つための目標があるから、ね、いつまでもへこんでられないなって。ああ、まあ人生で締めるね割合が仕事だけだとね、はい、まあ、格闘技もあるからね、そうですね、こっちだけでへこんでられないっていう感じね、はい、いや、K 君仕事大事だったよ。そうですね、仕事したいんですけどね僕もね、はい、最近なんか面接したって言ってたよね。はい、面接は落とされました、はい、結構いい大学出てたよね、まあ、格闘技やってたとか、まあ、人生でちょっと大変だった苦しい時代あった時あった。まあ、本当自分一回格闘技やめてるんですよ実は。あ、相手のストレートがまっすぐ腹に入って、あ、でそのまま鼻骨折しちゃって、あ、はい、そのまま病院送りで。あ、まあ、まあ格闘技ね、はい、よくあるもんね、鼻折るの、ね、そっからもうどんどんもう仕事も落ち込んじゃって似合ってもなしくなって、うん、で結局突然、まあ、まあ糸が切れたように、うん、もうやめますっつって。あ、それで自衛隊辞めたんだ。はい、そういうのを経てまあまあ今があるわけだよね。そうですね、うん、でもね今日ジェイセローから話聞いてるけどこの格闘家って感じないでしょ。格闘技やってる人ってね割とこんな感じの人多いんだよね、こう真面目な感じの。やっぱ自分をちょっと変えたいっていうなんかある人ってやっぱ格闘技すごい やってる人多くて、そんなこともあったけど、はい、まあ、今はねまた格闘技ね頑張って。そうなんだよね、辛いこともいっぱいあるんだよね、やってたってね、はい、なんでやってんだろうって思うけどね。ありますね、ね、でもやっぱね勝った時のね、あのリングで勝った時のね瞬間ってね最高だよねやっぱね。本当もう自分がもう主役って感じですよね。そうだよね、はい、まあ、まあそんな、まあまあそんなことがあってね、はい、まあいろいろあるけど、今何歳？まあ、今年でまあ32になりますね。そうか、はい、まあまあまだ頑張る、もう頑張ります。これからです。これから、うん、はい、今年の JSL は違うよみたいな感じで、はい、応援来てねとかね、はい、あ、言っていいですか？いいよ言ってよ、はい、まあ今年の JSL は、まあ、今年も崖っぷちですけど、まあ、しっかり崖を登り切るように高山を目指して頑張るんで応援よろしくお願いします。おっす、前回じゃないか、今回の今回、ね、あのロケ、はい、ちょっと若ちゃん真面目なこと言いすぎて、はい、ちょっと面白くなかったから、つまんなかったじゃあちょっと告知かなんかした方がいいんじゃないの、なんかある？告知ですか、まあ自分まあ、全然まだこれからプロで。いや、頭角の話でしょ。いや、頭角でしょ、そこ。チーム頭角じゃないの。いや、分かんない。まあ、それ言ったでしょ、その。あ、言いました、ね。それ言ったから。はい、すいません。最後。はい。まあ、週に1回、まあ、頭角という格闘技チームを作ってやっています。まあ、初心者からプロでも全然気楽に来てもらって、うん、まあ、楽しく練習できたらいいなと思ってるんで。うん、まあ、どんどん来てもらってみんなで楽しく強くなっていきましょう。よろしくお願いします。よし、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ最後例のやつ言って。例え見てないの横澤チャンネル。いや、飛ばし飛ばしてみた。バカ野郎が最後はゲストが、はい、横サイチャンネル登録お願いしますだろ。あ、はい、横サイチャンネル登録よろしくお願いします。あー